皆さんこんにちは、サンタです。今日はやみつき簡単もやしサラダというのを作っていきたいと思います。これはもやしのサラダなんですけれども、もやしのシャキシャキ感がとっても美味しいサラダです。クックパッドの方でも結構人気をいただいていて、今作れっぽが4500ぐらいですかね。で、一応こちらも殿堂入りをさせていただいたレシピになっておりますので、よろしければ、作ってみてください。では材料ですけれども、まずもやしが1袋、こちらは水で洗っておきます。で、ハムが4枚、それから、めんつゆですけれども、これが、3倍濃縮のものですね。人参のつゆの素を使っています。こちらが大さじ2弱、それからマヨネーズが大さじ1で、レモン汁が小さじ1で、いりごま適量です。ではハムを切っていきます。こちら4枚パックのものなんですけども、ちょっと剥がれづらい時なんかがあったら、さっと水でこの間を流すと割と綺麗に剥がれます。で、これを細切りに、適当な細切りにするんですけれども、こうやって端から切っていくと全部の長さが、バラバラになります。冷やし中華なんかを作る時もそうですけど、なんかできるだけ長さ揃ったらいいなと思う時あると思うんですけど、そういう時に、全部揃えるのは無理なんですけど、私はこうしています。まず4枚重ねたら、両方の端を、2、3回切ります。反対も同じぐらい。これは2個ぐらいでいいか。これちょっと置いといて。これをこうして切っていけば、この分だけは同じ長さのものができます。感じですね。これで全部がバラバラではないハムになります。これで準備は完了です。ではもやしを茹でていきます。下お湯で30秒から、1分ぐらいですね。もちろん普段レンジでやってらっしゃる方はレンジでも構いません。はい、こちらが、茹で上がったもやしです。ざるにあけたら、熱々なので少し水をかけて、水洗いするようにして少し冷やして熱を取って、その後しっかりと水気を切った後にちょっとこうやって軽くで潰れない程度に押して水気をしっかりと切ります。はい、でボウルに調味料を移していきます。まずめんつゆですね。それから、レモン汁、マヨネーズ、これを軽く混ぜます。マヨネーズは分離してて大丈夫です。で、ここにもやしを入れるんですけれども、最後にちょっと、キッチンペーパーでさらに水気をしっかり取ってあげてください。ハムも入れます。ごまも入れて和えます。これで出来上がりです。このサラダは野菜が高い時なんかのサラダにもとってもいいので、ぜひお試しください。一応2人分になってるんですけれども、
結構美味しくて一人で食べれちゃうかもしれません。こんな感じのちょっと細長いようなお皿に盛ったりすると簡単なおつまみにもなります。出来上がりです。